ったら私の左手繋いで通りを渡ってくれた時、なぜだろうなんかドキドキしたよ。ハッとするようなぬくもり指先感じて思わずギュッと握り通過の恋をしてきたし、いろんな経験してきた。手をつなぐそんなことくらいじゃ、子供じみて物足りなかったのに、点滅してるの。いつだって不意に好きになる。